はい、テニス選手、高田です。今日はですね、いろんなコーチ選びに対してですね、まあ、トレーナーも含めてね、どういうふうにこう選んでいけばいいのかなということでね、まあ、結論書いたらもう、適材適所があるということですね。それについて、まあ、実際どんなことが起こってるか現状についてちょっとお話ししたいと思うんですよ。まあ、あるね、保護者がね、なんかこう、まあ、自分の娘は本当にこう、今後テニスの方の道を継ぎ進んでいてもいいのだろうかどうかこう悩んでね、で、ある、まあ、巧妙なコーチのところに行ってね、いろいろこうお話をね、聞きに行って、気に入ったというか、なんかそこに行っても行って、なんか指導を受けに行ったらしいんだけど、正直だってそのコーチも知ってるんだけど、ジュニアから見る力っていうか、その経験ないんだよね。だからわかんないよね。もう、おそらくってか、間違いなく。まあ、ジュニアもやってるんだけど、もうほとんどその経験って、ちっちゃい子から教えたことがないから、何歳でどうなって、で、こうなってとかってわかんないんだよね。だから、まだまだ大丈夫ですよって言われたらしいんで、いや、ちょっとまだ大丈夫って言われてるんですよ、とか、喜んでたけど、まあまあ、と思ってね。まあ、その子もまあ、今でも大きくなって頑張ってるから、まあ、勉強も頑張って、で、成績も上げてたから、ちゃんとまあ、でも言ってるのは言ってんだよな、とか思ってるんだけど。まあ、まあ、今回のその例に関しては、そんなに大きな、なんかこう、支障があったわけではないんだけど、やっぱりこう、名前がちょっと有名だとか出てなってくると、もうその人が全部知ってるとこう思っちゃうので、なんかね、トレーナーも含めてね、なんか有名な、巧妙なトレーナーだったら全部知ってるだろうと。で、まあ、トレーナーの件でも、まあ、ある、なんか、方がね、ちょっとまあ、怪我をしたり、もう怪我も多いし、なんか、成長過程でね、まだ小学生だから、伸び悩んで、どうのこうのって、悩んでるのね。で、ある巧妙なとこ、コーチのところの門叩いてね、そこで指導を受けてんだけど、私も知ってんだよね。まあ、そのコーチ、世界にも連れてたり、なんだか、コーチのトレーナーか、いろいろやってんだけど、まあ、ちっちゃい子は見たことないかもわかんないけど、もう、なんですかね、理論しか知らなくて経験ないんだよね、はっきり言って。だから、まあ、それなりのことは言えるのかもわかんないけど、実際のじゃあ、なんていうかね、データとかそういうの持ってないじゃない？だから。だ理論とやっぱりずれる部分ってこれ結構あったりするのね。なので。で、そこに行ってんだけど、結局なんか解決しないままになってるというね。やっぱりこう、名前があるからこうね、なんですかね、それに、の門に叩けば何でもできると思ってる方が非常に多いのね。まあ言えば、よく言う、なんか世界のトッププロをね、育てた、なんか超名コーチ言うでしょ、なんかこう、プロについてる、なんかウィンブルドンかなんかで、ね、なんか席でこうかとかってこう見てるコーチとかいるじゃない。ね、ああいうコーチに任せたらきっと強くなるんで、とかと思ってね、こんなちっちゃい子連れて行ったところで、多分厳しいと思うね。はっきり言って。まあ、厳しくは厳しくないのか、ちょっとそれはわかんない。やっぱりこの、なんていうかね、ちっちゃい頃から、じゃあ、この上のその、ツアーコーチまでできて、全部できてるってコーチって、やっぱりいないわけじゃないけど、日本だったら、それも実際もデータも持って、でもやってたら、高良武先生ぐらいじゃないのかなと思うんだけどね。まあ、あとはもう何人かいますけどね、もう、神谷勝則先生の、講師とかね、何回かうちも来てね、教えてもらったりしてたのね、昔ね。やっぱり小さい頃からのね、育てるものを持ってて、で、もうプロも一緒に帯同もしてっていう、マルチにこなせる人っていうのもいるの確かだけど。なかなかだから、そうじゃなくて、皆さんのじゃあ周りにいるコーチの得意分野って何って、こういうことですね。私なんかも、ツアーコーチみたいなのはちょっともう、できないっていうか、まあ昔はね、子供とか連れてやったりしたんだけど、基本的にこう、なんていうのかな、あんまりこう、試合態度を連れていくっていうのはあんまり得意な方ではないので、結構ね、ずっと一日いるってね、こう、ストレス溜まっちゃう方なんだから、あんまりね、こう、なんていうのかね、試合こう、転戦するっていうのは、好きな方じゃないのね、はっきり言ってね。だから、どちらかといえば、ね、まあ、こう、基礎的な運動能力をどう上げるのかっていうのすごい興味がある方だから、だから成長過程でね、じゃあいかにこう、うまく成長させるか、じゃあプロに、例えば、近づけるんだったら、やっぱ体格作りからしなきゃいけないじゃない？で、その体格作りからこう始めていって、どういうふうに基礎を作って、どういうふうに持っていってっていうのが、すごい自分の中で興味のあるところだから、
で、まあ、おそらく年齢によって何歳でこんな悩みが出るだろうな、何歳でこんな悩みが出るんだろうな、とかってね。そういうのをなんか、中でこう探索していくのが結構好きな方だから。で、あんまりね、どういうのかな。まあ、一からずっと育ててきた子は、こう、試合態度はしてたんだけど、正直、まあ、よその子っておかしいけど、あんまり見てない子を試合態度を、連れていくって、まあ、得意じゃないというか、まあ、あまりこう興味がないというか、そんな感じなのね。まあ中にはその逆にいろんな子を連れて、こう、試合態度をしていって、そこで力を発揮するのが得意なこう人もこういるだろうし。で、ある人は、まあもうこの高学年をね、かっちりこう作っていって、そこからやっていくっていうのも得意な人もいるだろうし。だから、今いるコーチってどこまで何ができるんだろうかっていうね、そういうのを見た方がいいんじゃないかな。私もだってマルチじゃないもん。だから得意分野があるし、でやっぱ興味のないことってあんまやりたがらないんで、はっきり言ってね、好きなことしかしない方だからね。だからそこ見た方がいいんじゃないかな。たまにいるんだよね、なんかね、そのちっちゃい子をね、連れてってね、ある巧妙なコーチのところ、また巧妙なコーチの名前の。あそこだったらたくさんの、強い子出してるから、あそこに、とか、そういうところ連れて行くんだけど、全然伸びないままなんだよね。そこの、もう知ってんだけど、そのコーチ、下の子あんまり見るの得意じゃないんだよね。本人も言ってるもん、あんまり下の子はちょっと苦手なんだよね、とか言ってんのに、そんなん無理じゃん、とかってね、思うもんね。でもなんかこう、やっぱり、名前見てると、ね、ネットなんか見ると、うわ、なんとか選手を連れて行って、なんとか選手を育てて、とか、こうなるんだろうな、とか思うのね。で、この間もあったのね、ある、その強いね、スクールにね、行ってるっていう、なんていうかな、選手がね、訪れてきてくれたのに、いろいろこう話聞くと、そこのクラブって結構強いのね、なんか名前取ってんじゃんとか思って、そこでだったらいいんじゃないのって言うと、お父さんが内情話してくれて、強いのってみんな外から来るんですよ、とか言ってね。だから、強い子がいるから、それを聞いて、その子たちとか、そこで練習したいから強い子が集まってくるって。だから強い子いっぱいいるって。じゃあ、下からそこから始めた子はっていうと、上がれないんだって。だからみんな辞めていくとか言ってね。結局ね、そこはね、下育たないんだよね。なんか大阪でもあるよね。なんか、結局、強い子って全部、外から出て上固めてるけど、下から全然育ってないじゃんっていうのね。逆もあるよね。下すごく育てていくんだけど、みんな強いとこに取られていくみたいなね。そんなのもあるから。結局なんか、一つ一つで役割分担みたいなのが、なんか自然になんかできてるんかなと、こんな感じでこう思ってきて。で、なんていうかな、そこがこう見切れないから、内情がどんなのかっていうのをね。で、まあ確かに、強い子も集まってそういう活動を見ていくとなんかできるように思っちゃい気味だけどね、やっぱりなんていうかな、外から見てじゃあこのコーチの力量はどこまでなのかなっていうのをね、やっぱり評価した方がいいんじゃないのかなと思うのね。だから逆にまあいろんな人のねちょっと意見聞いてね、まあちょっとベテランさんの保護者とかもねちょっと聞いて、最近はネットいっぱいあるから、なんて言うんだろう、ご相談をした方がいいんじゃないのかなと思うのね。そういう意味で、なんていうかね、こう、どうしてもトレーナーとかそういうのも含めて、やっぱり名前だけでこう言っちゃうと、まあ、とんでもないことになっていくのかなという感じがするんですよね。まあ、なんかお医者さんもそうよね。なんかお医者さん見てても、やっぱりこう、なんかこう、得意分野にこう、定しててるじゃない、こう、なんとか手術に関しては、すごい名医だとか言ってね。で、その人も、その手術ばっかりもずっと、なんかずっとやって、で、なんかいろんなとこ飛び回ってるとか言って話も聞いたけど、そんなのテレビで特集してたように、やっぱりこの、見た時に、まあ、トレーナーも、特にトレーナーだったらね、特に、情報が少ないじゃない、どこそのトレーナーがいいとか、悪いとかっていうのをね、そのいい悪いの、評判もあるんだろうけど、それがじゃあ、低年齢に合ってんのか、上に合ってんのかって、僕わかんないもんね。ね、私も昔失敗したんだけど、教会にいたね、ある、もうこれもかなりもう十何年ぐらい前の話だから、講師もやってた、あるね、コーチのとかって何でもわかるだろうと思って、
で、そのコーチにね、ちょっとある子を見てもらいたいんだっていうことで、こう低年齢の子なんだけどね、ちょっとお願いしたことがあるんだけど、よくよく聞いてると、そのトレーナーね、もう高学年の上の子しか見たことないとかいうのね、だから下の子わかんないわけじゃないけど、ちょっとなーっていう風な感じなことがあって、ちょっとうまくいかなかったことがあるのね。まあその時もまあ私も、トレーナーをどう付き合っているか、まだ、ね、十分分かんなかった時代だから、もう十何年前、20年も経ってないけど、まだトレーナーさん、そういう活動するトレーナーさんも少なかった時代だからね、だからもう本当手取り手探りでずっとこう調べていって、やっぱりその中であったのは、うちでもあるもんね、もう分業してたもんね。小さいトレーナー、マヤトレーナーって素晴らしいね、柔道整復師さんでね、治療もできて、で、まあ、なんですかね、もうちっちゃい子を多く上まで上げていくのがすごい得意な、トレーナーさんね、もうこれも週1回とか2週間に1回とかで来てもらってたのね。で、ちっちゃい子を見てもらったりとか、基礎的なとこを見てもらってて。で、高学年になっては山本トレーナーで伊達さんとかを見てくれたトレーナー来てもらってね。で、もうどちらも強化、まあ小さい時の動き作りも十分できるんだけども、どちらかといえばそのフットワーク系とか、もう腱反射系とかね、特に私の得意っていうか、まあ得意と部分でもあるんだけど、そっちのね、フットワーク系とか、もう走り系に関しては、もともと陸上選手だから、すごい得意な、トレーナーがいて、で、まあ、そのトレーナーに来てもらってね、上の子とか、そういうところのストレングスに近いのは、こう見てもらってたりとかして。で、まあ、もう一人はトレーナーでも理学療法士がいて、動作系、動作を解析するのは得意で、やっぱり、病院でも実際ね、そういう治療とかそれも携わりながらね、当時ね、病院にも行ってたのね、整形外科にね、言いながら、実際、現場に出てきてくれて、週2日間来てくれてたんだけど、土日にね。で、まあ言ったら、ああいう理学療法士さんとか作業療法士さんって、まあ、体のどっか欠損したい人って、ちょっと悪いですけど、もう手足を失っちゃったとか、なんとかしちゃったとか、なんかいろんな部分の人の、動きをじゃあどういうふうにすればこうなんていうかね生活に戻していけるのっていうのがすごい得意だから、でそれをやっぱり医療のそういう力を現場にも活かせるっていうのは非常に素晴らしい発見もあるし、非常に良かったですね。何よりもそのトレ理学療法士がテニスがもうできて、まあ大阪でも優勝したぐらいだから、それがやっぱり学んで、そのテニスの動きを分かりながら動作解析できて、で、まあ、レントゲンも見れて、で、そこから線を引いて、バイメーカー的にやってて、まあ、非常に素晴らしい、トレーナーで、今でも世界の方をね、回ってて、今、タイに行ってるのかな、どっか行ってるのかな、そんな感じでやってるんだけど、やっぱり分業してたもんね。で、その分業をやっぱり、例えば山本やったトレーナーとその理学療法士がこうリンクしながらやってくれたり、話し合いながらやってくれたりとかあったから、非常に素晴らしい環境だったっていうふうに、やっぱり得意があるから、だからどうしても名前だけ見ると全部できちゃうんだとこう思いがちになって、こうそこで丸投げじゃないけど相談行ったところで多分キャブン厳しいんだろうなというふうなね、そんな感じがしますよね、トレーナーに関してもね。そんな感じでやっぱりメンタルもそうね、やっぱり集中法がのあれば行動分析っていうのがあるから、単にメンタルが弱いからって言ってメンタルトレーナーにお願いすればいいわけじゃなくて、得意分野がそこでもうあるわけよね、正直ね。なのでまあ、コーチやるときも選ぶときもどこがいいのかとか、ちょっとそこはちょっと見た方がいいんじゃないかな。まあ、私はどちらかといえばもうその成長過程をどういうふうに読んで、いかに基礎的なところを作って持っていくか。まあある程度高校生なんかもいるけど、そのね、なんていうかね、何が技術の問題になってるのかとかっていうのをちょっと見て、まあ、あるとこう修正したりとかっていうのはすごい、それはできるんだけど、なんかそこからじゃあ、なんかこう、ツアーコーチみたいなようなこととか、そういうのはあんまり得意ではないですよね。逆に言えばね。で、それはまあ別にその得意な人にこう、任せていった方がいいんじゃないのかな。なので、うちで、ある程度こう作った子ってのは、まあ、プロのチームの方にちょっとお願いしたいとか、いろんなその得意な人には、ちょっとこの子見てくんないとか言って、私もその人、そういうところでお願いしたいとかしたりするんでね。
やっぱり分業になってくるのかなって、そこを見切らないでっていうになってくると、厳しいかなと思うんですよね。で、また、中には、なんか野望に燃えたコーチでしょ、こう、なんかこう、目がギラギラして、もう野望にね、俺はいつの間に、いつかは、こんなチームを作って、そしてグランドスラムでいつか、みたいな、なんか、それって、どちらか育てることが自分のこう野望のが先に行っちゃってるか、ああいうのって一つ間違ったら、なんか、その子に取り付いた、なんかこう、背後霊か、もう、なんかもう、そんな感じで、背後霊、まあ、それが守護霊だったらいいのかもわかんないけど、憑依霊だったら大変だよな、みたいな。なんかもうその子に取り付いて離れないみたいなコーチもたまに中にいるからね。それはちょっと怖いな、とかいうのもあるから、そこはちょっとね、よく見抜いた方がいいんじゃないのかな、と思いますね。まあ、さっきも言ったように、私の今の立場からすれば、もう自分のチームは今もう持ってないので、スクールという、泣いた二つのクラスはこう持って、やってますけど、まあ、本当にもう限られた子だけでね、あとはもう本当に、いろんなご相談とか、今までやってきた経験とか、そういうのがある程度こう、お伝えできてっていう風な、まあ、スタンスで、で、いい方向にね、なんかヒントになればっていう感じでやってます。まあ実際来てくれた子に関しては、おそらくいろんな戦術面とかそういうものとか、その年齢に合わせた持って方とか、そういうのは非常にお伝えはできるのかなというふうにはこう思ってますね。まあそんな意味で、こうちょうど適合するっておかしいけど、そんな人がまた、連絡いただければいいんじゃないのかなと思います。うまく周りを活用してね、乗り切っていっていただければと思いますね。というような、頑張りなさい。